最底辺の和でございますえエアービービー民泊エア、えービービーにえ連絡しましたであの私よく使うのはこのツイッターの DM なんですねこの DM でこれだとあのツイッターの DM だとどこのす国に住んでてもまああの 関係なしに使えるっていう、そういうメリットがあるかなと思います。で、私は、住まいがアメリカの東海岸なので、これらの番号が使えるんですね。えっ、ー、と、サンフランシスコならこれ。で、24時間ホットライン。で、USA、USA。で、コールジャパンとかそういうのあるんですけども。で、 あの、私の質問はですね、あの、まずこのツイッターの DM で聞いたんですよ。あの、えっと、まあ私はアメリカに住んでるんだけれども、まあちょっと英語に自信がないので、えー、まあここにある通り、えっと、コールジャパンってこれ、800、あの、あれ ?1800 って、 ま、日本でいうところの0120でフリーダイヤルなんで、で、この番号を、このコールジャパンこれをアメリカからかけたらフリーダイヤルなんですかって聞いたんですよ。で、そしたら、あ、で、それどこに聞いたかっていうと、この24時間、24hour Hotline、24時間ホットラインあの、855424の分、これに聞いたんですね。で、そしたら、 あのいやそれはあのインターナショナルコールのプランをまあそれそれキャリアに聞いてくださいでキャリアっていうとうちの近所ですと T モービルだったり、えー、ベライゾンだったりするんですけどもああじゃあ分かりました聞いてみますって思ったんですよだけどそこでちょっと私思いついてあのえっと あでこれ24時間のホットラインにあのアメリカからまあ使える電話番号なんで,で聞いたことはあの、えー、とにサンフランシスコの本社には日本語を話せる人いますかって私聞いたんですよそしたらあのああじゃあちょっと探してみましょうかって言われて少々お待ちくださいってそしたら1分ぐらいで。 日本の方が出てくださったんですよまああのエアビービーはサンフランシスコが本社なんで、まあ、その日本の日本人スタッフがサンフランシスコの人なのかどこか分かんないですけども、まあ、最近もうコールセンターとかって自宅でもできる仕事でしょうから、まあ、もしその人がいわゆる固定電話 デ,ディケイティッドランドランンですか固定電話を、まあ、持ってたとしたら、まあまあ、私の想像ではあのサンフランシスコのエアービービーのオフィスで電話を取ったのかちょっとそれはわかんないんですけどもあの、まあ、日本語対応の方が出てくださいました。であの 私はアメリカの,、まああのすごい貧しいエリアに住んでるんですけども <laughs>、まあ、あの国際電話にならなくて助かったっていうそういうことがありますであの、えー、日本語しゃべる人口って少ないのにこうやって日本語の対応スタッフを置いてくれてるんだなってちょっとびっくりしました。うんで まあそうなるとあのスペイン語とか中国語とかもっと人口の多い外国語英語以外の言語のスタッフも、まあ、常駐してるんじゃないかなと思いますなのであの、まあ、ちょっと英語だとあのうまく説明できるかわからないうまく伝わるかわからないっていう方、まあ、スペイン語が 母国語の方とか中国語が母国語の方まあ日本語のスタッフすらいらっしゃったんでねまああのえっ、ー、とああもう私はアメリカに住んでるからあのもう英語じゃなきゃダメなんだとか思わずまあちょっと問い合わせてみるといいかと思います。であの そうで,す、ねでまあ、ここにある電話番号はアメリカの電話番号ですけども,、まあ、もよその国例えば、まあ、同じ英語圏であってもあのカナダとかオーストラリアとかヨーロッパとかはどうす,どうするんじゃって思うんですけどなんかリストがありましたねあの国別の Airbnb のリストでそれがもしもどうしても見つからないとかあの、まあ、私はあの例えば。 仮,まあ、仮にですねブラジルに住んでるんだけどとかアルゼンチンに住んでるんだけどっていう人をあのブ,ラブラジルとかアルゼンチンに Airbnb のオフィスあるのかなとか、まあ、そういうの Google で探せるとは思いますけどももしあの、まあ、探せなかった場合は、まあ、このツイッターの DM ツイッター DM アット Airbnbhelp これで聞いてみることを。 おすすめします。えー、ではあのハッピーホスティング兼ハッピートラベリングでございました。はい失礼いたします。